皆さんこんにちは、ゆりです。このチャンネルではジブリの模写の動画を中心にジブリ関連の話題だったりアクリル画についての動画を作っております。多くの方はインスタグラムか TikTok からこのチャンネルに飛んできていただいたのかなと思います。本当にそちらもありがとうございます。2023年の5月9日にようやく皆様のおかげでチャンネルの登録者数が1000人を突破することができました。本当にありがとうございます。で、今回キレのいいタイミングということで、この動画では自己紹介と、あと3月にジブリパークに行ったので、その感想をまとめた動画も載っけようと思っているので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。僕が YouTube を始めたのが2020年の4月頃だったんで、だいたい登録者数1000人に到達するまでに3年ほどかかってしまったっていう感じですね。で、3年経ってようやくスタートラインに立てたっていう、そんな状態です。で、まずそうですね、僕のもうちょっと詳しく今までの経歴について話していきますと、10代の終わり頃に鉛筆画の絵描きになりたいなと思って、なのでその時からずっと鉛筆画の白黒の絵を練習してまいりました。で、なんでその時ずっと白黒の鉛筆画をやっていたかっていうと、僕がそもそも色を使うのが本当にとても苦手で、本当に壊滅的に下手くそだったんですね。なんで、下書きで例えばうまく描けても、色を塗ると台無しになってしまうっていうことが本当に毎回起きていて。なんで、そうですね、色を使わない白黒の鉛筆画、絵を描くのは好きだったので、白黒の鉛筆画でずっと絵描きになろうと思って、練習しておりました。で、大体、結局23歳くらいまでは、鉛筆画のみでずっとやってきました。なんですけど、YouTube のスタジオ AP さんの、コピックで絵を描いている動画を見て、あ、自分もあんな風に描けたらいいなっていう風な思いがすごくどんどん高まってきていて、だいたいその同じ時期、23歳ぐらいの時ですね。で、でもスタジオ AP さんの動画を見るまで、コピックの存在すら知らないような、本当に色付きの画材についての知識がゼロみたいな状態で、まあでもそこからいろいろ画材だとかコピック管理について調べ始めて、で、まあ最初にコピックはめちゃくちゃ高い高級画材だっていうことが分かったんで、もっと安いものっていうことでオフマーカーっていうのを見つけました。オフマーカーっていうのが、まあコピックの安いバージョンみたいな感じで、多くのイラストレーターさんも使ってるような有名なブランドかと思います。で、なので昨年と2022年の初め頃ですね、こちらの40色のペンのタイプを買って、いろいろ試し始めました。なんで僕が色を使い始めたのが昨年の大体3月頃になります。オフマーカーで描き始めたのが最初の色付きの絵です。で、最初の頃は本当に全然うまくいかずに、なんだこりゃっていう絵ばっかり描いたんですけど、そうですね。でも、そもそもすごく本当に楽しくて、すごく新鮮だったりもして。で、3枚目に描いたのが、こちらのオウムの絵を描きました。で、このオウムの、絵を描いたのを動画にして、TikTok に出したところ、ちょっとだけバズったというか、まあ5000回くらい、いつもよりも視聴数が稼げたんで、なんで僕のその、今やっているジブリの模写の原点というか、きっかけが、まずこの絵にあるのかなっていう感じです。この動画も多分 YouTube にアップしてあるんで、もし興味ございましたらご視聴いただけると嬉しいです。でも編集も雑なので見なくても大丈夫です。で、オフマーカーで描き始めるより少し前の時期に、僕の職場の同僚が絵を描いてるっていうことを知って絵の具をくださったんですね。彼女はもう使わないからっていうことで、彼女が退職するときに、同僚づてに置き土産というか残していてくださって。で、まあ、その時僕はまだ、描き始める前っていうことで白黒の絵しか描いてなかったんで、まさか今みたいな形でアクリルがメインで、そうですね、絵を描くことになるとは全く思ってなかったんですけど、まあ、その、彼女からいただいたこの絵の具がきっかけで今僕はアクリル画をやっているっていう、そういった背景があります。で、数週間オフマーカーを使って、だいたい、まあ、色の使い方には慣れてきたので、それから、そうですね、いただいた絵の具も使ってみようということで、
ってアクリル画に挑戦し始めました。で、去年2022年の3月末にアクリル絵の具に初挑戦して、そうですね、中学校の授業ぶりだったんで約10年ぶりですねに初めて描いたのがこちらの千と千尋の神隠しの絵です。で、全然まだ筆の種類だとかいろいろ絵の具のタイプだとかも全然知らなかったんで、本当にめちゃくちゃ時間かかってしまって、このちっちゃい絵描くのに30時間ぐらいかかったんですよね。でもこの絵を描いた時は本当にあまり時間は気にせずに納得のいく絵が描けたらいいなと思って描いたんで、だからそんなに時間かかったっていうこともあります。ちなみにこの絵を描いた紙なんですけど、地元の廃材置き場というかにご自由にお持ちくださいっていう紙があったので、それをもらったのと、あと絵の具ももらい物だったんで、ほぼ筆の料金だけで描いたっていう、そういうエピソードもあります。そして、その後4月の半ばですねに2枚目のこのハールの絵を描きました。この絵はね、すごく本当に特に背景にこだわって、ジブリの背景をしっかりと表現できるように何度も何度も重ね塗りして、これもめちゃくちゃ時間かかって45時間ぐらいかかりましたね。で、ハウルを描き終わってから、それから多分多くの方に見ていただいているそのスケッチブックに取り掛かり始めたっていう流れになります。で、このスケッチブックを描き始めたのが一番最初に描いた絵を見たところ、去年の5月本当に8日だったり、もうちょうど1年前なんですね。で、ちょうど1年前にこのスケッチブックも描き始めて、一番最初は烏帽子御前の絵を描いたんですけど、そこから今最新の、そうですね、先月末に描き終わった岩場まで、それまでに、大体ちょうど1年間かかってるっていう感じで、なんでこのスケッチブックを見てると、どれだけ、まあ、アクリル画を描く技術が伸びたのかというか成長したのかっていうのを見ることもできます。ちなみに一番最新の絵がこの湯婆婆の絵です。ちょっと反射が見にくいですね。はい、では今のがだいたい簡単な自己紹介というか経緯についての説明でした。で、次にちょっと簡単に質問、インスタグラムだったり TikTok、 あと YouTube でいただいている質問についていくつか回答していこうと思います。では最初の質問から答えていきます。まず何で描きましたかっていう質問よく受けるんですけど、基本的にそのいただいたリキテックスの絵の具か、もしくはあとターナーの絵の具もよく使ってます。これは中学校の時に使っていた絵の具、実家から持ってきて使っております。ターナーのアクリルガッシュ、あとはそうですね、世界堂で買い足したこういったリキテックスの他にも個人的にすごく重宝している、よく使っているこのアクリルガッシュとアムステルダムですね、ブランドアムステルダムのアクリルガッシュも本当にほとんど全ての絵で使っているような状態です。で、次の質問、どのくらいの時間かかりますか。一番早いものでだいたい20時間くらいですかね。だいたい20時間、20時間くらい、僕描くのがすごく遅いので20時間くらいのものから、確かこの引きはまあまあ早かったかなと思います。20時間ぐらい。で、長いものだと、先ほど見せた、ハウルの絵、あちらも45時間だったり、他の模写のものも45時間ぐらいかかったりもします。はい、では次の質問。ジブリで働いていますか？こちらも、まあ、たまに、恐縮なことにいただくんですけど、ジブリでは働いてなくて、今、絵からの収入はほぼゼロなので、お菓子を販売して、生計を立てております。はい。そもそも僕は本当にオリジナルを描くのもあまり得意ではなかったり、基礎が全然しっかりできてないので、そうですね、アニメーションだとかそういった会社でスピードが求められるような場所で働くのは本当に向いてないようなスタイルです。次にこちらも結構いただく質問なんですけど、この絵は売っていますかっていう質問もあるんですけど、こちらさすがにね、著作権の関係でも、ジブリの作品なので、ジブリだとか他の著作権のかかっている模写の作品はすべて、うちで山積みになっております。売ることなく山積みになってます。
こういった感じでたまに壁に貼ったりもするんですけど、基本的には棚に全部しまってあるような状態です。そうですね、できれば何かいいタイミング、登録者数1万人とかでプレゼント企画もできればななんて思ってるんですけど、そうですね、はい、オリジナルの作品だったり著作権のかかってない作品は販売も可能です。で、次へとジブリ以外の絵は描きますかっていうことなんですけど、実は昔そのオフフマーカーで描いてた時にいろいろジブリじゃないものもリクエストバンバン受け付けてて、コナンの安室さんだったり、他にもまあ、ここにあるのすみません、ジブリばっかりなんですけど、いろんな絵も描いておりました。でも今のところは一旦ジブリにまあ絞って描いていこうと思ってます。まあディズニーとかも大好きなんで、ディズニー関係の絵もまあ興味あるんですけど、今のところはまあジブリメインで描いております。で、最後の質問なんですけど、描き始めたきっかけを教えてくださいっていう質問いただきました。で、この質問ためとジブリの絵を模写を描き始めたきっかけを教えてくださいっていうことだと思うんですけど、そもそも僕は絵を描くのがすごく好きだったのと、そうですね、あとその絵を仕事にしたいっていう強い願いもあって、で、ずっと最初白黒でやってたんですけど、それからまあ色を使い始めて、色を使った絵を描けるようになりたいっていうふうに思って、で、そうですね、色を使うのがまだ苦手だったので、練習しなきゃっていうのをプラス、ジブリが大好きだったんで、せっかくなら描きたいもの、ジブリの模写を通して自分の技術を磨こうと思って、で、描いているような状態です。なんで、描き始めたきっかけ、そうですね、色使いを勉強するため、そして描きたいものがジブリだったからっていう、そういう感じです。他にも何か質問等ございましたら、いつでも受け付けているので、ぜひコメント欄で何か質問だったり、何か他にも技術的なことで聞きたいことだとかあったら、ぜひぜひ受け付けておりますので、いつでも気軽にコメントください。ではまあ大体自分についての動画は一旦このくらいにして、次の動画からは基本的にはまた制作動画に戻ると思いますが、はい、こちらも楽しんでいただければなと思いまして、最後にジブリパークの感想というかも軽くまとめて、はい、動画終わろうと思います。ありがとうございました。はい、では続いては今年の3月の初めにジブリパークに行ってきたので、それについての感想だったり、どんな感じだったかっていうのを軽く説明したいと思います。で、今回買ったチケットが大倉庫、一番メインのエリアのチケット1枚だけだったので、まあ他のエリアの何でしょう、レビューというか感想は言えないんですけど、正直言ってしまうと、まあまあまあだったかなっていう感じはありました。もちろん僕はジブリが大好きで、本当にいろいろすごく感動したりできた部分もあったんですけど、なんでしょう、もっとうまくできたのになっていうのがどうしても払拭できないような作りにはなっておりました。まあどこのテーマパークでもしょうがないかもしれないんですけど、何をするにもやっぱり並ばなきゃいけなかったり、そのチケットを買ったのは大倉庫だけだったんですけど、他にも外のベンチに置いてあるブロンズ像だとか、このジブリの忘れ物っていうのを探して遊ぶこともできたんで、そういったところを巡ったりもしてたんですけど、このベンチの置き方だとか、あとエリア間の距離もめちゃくちゃ遠いんですね。例えばそのどんどこ森っていうエリアから大倉庫まで歩くのにかなり歩かなきゃいけなくて、山道みたいな、もうハイキングコースみたいなところ行ったりで、なのに、その間はジブリ感がもうほぼゼロだったり、まあ今回行った時、過ごしやすい天気だったんでよかったんですけど、でも例えばこれ雨の日だったり夏の日だったら本当に正直地獄にはなってしまいますし、まあ予算的に厳しいっていうのはわかるんですけど、本当に、こんなもんかっていう感じがすごく強かったです。これからまたいくつかエリアが新設されるはずではあるんですけど、それができたとしても、本当に全く、そうですね、
そのエリアの中に入らないとジブリを感じられないような場所にはなってました。こんなところにジブリキャラクターがいるかもっていう雰囲気を楽しんでもらうっていうコンセプトがあったようなのですが、それも正直あまり感じられず、そうですね、ただの公園に、まあ、ベンチにたまにジブリのグッズが置いてあるみたいな感じだったりなので、その期待しすぎていくと正直がっかりする可能性が高いのかなっていうのはありました。自分自身そんなに高い期待、すごく期待していったっていうわけではなかったんですけど、それでもやっぱりちょっとがっかりした部分はあったので、もうリピートもいいかなって、そうですね、名古屋に住んでるんで近いんですけど、それでもまあそんなにリピートしなくていいかなって思ってしまうぐらいだったんで、なんでもし遠方から来られる場合はまず、そうですね、それほど強い期待はせずに、まあまあかなっていうぐらいで行った方が楽しめるかなとは思いました。すみません、ジブリパークの感想と言いつつ、ただ文句を言い垂れるだけになってしまったんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。まあそうですね、そういう感じです。はい、また次からは模写の制作過程だとかの動画に戻ろうと思います。また見ていただければ幸いです。ありがとうございました。では。